と私を大切にしてくれると判断しがちです。また社会に適応している A 種の男性は真面目で働き者です。社会に適応してるんかい。してるんです。ああ、ありがとうございます。感情だけなん、あの情緒だけなんですよ。わかりました、どうぞ続けて。はい。誠実な姿勢、独特のこだわりや断固とした信念は組織でも一目置かれます。能力が高ければ組織の中でも重要され、社会的な地位も高くなり収入も多くなります。一般的に見れば結婚相手として好条件なわけです。さらに悪気なく思ったことをそのまま平気で言ってしまうようなところもあるけれど、それは純粋でまっすぐな人柄から来るものと受け取られることも多いのです。そのため周囲からは、好条件の男性と結婚したのに何の不満があるの、妻の理想が高く相手に多くを求めすぎなのではと妻の方に非難が集まってしまうのです。このところでやめておきますか。あ、まあ、でもさ、それってそれを読んだ上でもう好条件と思っちゃうよ。そうなんです。すごい。だから普通の男性のこと病気にしないその人。でも妻とは交流できないんですよ。子供が生まれたりとか交流できないのは、これ言うとまたすごく、これはラジオとかテレビのコメンテーターだったら炎上して次から出なくなるけど、その女性がなんとかできんじゃない。それがカサンドラ症候群。違う違う、やり方を知らないだけでしょ。あ、でも博士だったらいいやつ。いや、っていうかその何だろう、何でも病気にするというか、それ個性じゃない。多分そういう男性ってだって結構さ、僕は非セックス至上主義とか呼んでる男性のことをなんか ASD のスペクトラムの男性と呼んでるんじゃない。実際からどんな歩み寄りがあればいいんですかね。多分うちの父は多分そうで、はい、母は孤独っていうか、本当は子供たちがこんなに立派に育って、はい、なんか余生を2人でそのこんな人生よかったわねみたいに語り合いたいみたいなんですけど、はい、なんかあんまりそこがなんで語り合う必要が母としてはそう心を通わせたいんですけど、はい、父は本当そんな感じなんですよね、はい、でも男性の方こんな感じだと思う。ちょっと孤独な感じで、あの父に対しては。でも友達の分、子供とか友達とも一緒に旅行したりとかして、はい、いいけど、まあ、お父さん、そういう人なんだな。本当はでも本当はその旦那さんと、まあ、父だよね、父と、はい、その人生について語り合ったりとかしたいみたいなんですよ、はい、この、ね、年月こんなことがあったね、こんなことがあったね、今私たちこうだねみたいな。それ若い時はできてたんですか。できてない。あ、ずっとできてない。ずっとできてない。で、私は結構父寄りなので、だからその父のことを行動も分かるし、はい、母がそんなことで、そんなことで怒らなくていいじゃんっていうことに対して怒り、孤独を感じてるんですよ。怒る？誰が？母が。誰に？父に。どういうことで怒ってる？例えば一緒に歩いててもちょっと先に行っちゃうとか、はい、それに対して文句は言わないけど心の中では孤独を感じちゃうんですよ。私のことをもっと思いやってほしいみたいな。でも思いやってないわけでもないでしょ。あ、全然ない。ない。ただ気づかないだけ。だからそれって単にそのなんか5つの方法、愛の感じる5つの方法みたいに言葉が違うだけじゃない。あ、そうですね、きっと。その表現が違うってことは、ね、そうそうそう、うん、じゃあ母がもっと勉強すればよかった。そういうことですよ。ちょっと絶対勉強するけどそれで苦しんでるからカサンドラ症候群。そうだな、きっとさ、母がちゃんと勉強すればよかったんだ。そう、ただ言葉が違うだけじゃない、うん、そうだよね。そうだから、あると思うんですよ。カサンドラ症候群に検索したら、私の夫はカサンドラだとかいう言い方でもダメだよね。私の夫じゃないの、私が。私はカサンドラだとか言ってさ。まあ、あのゼロじゃないと思うんですよ。本当にもう全くコミュニケーションがなくて、本物のカサンドラ症候群って言ったら変ですけど、まあね、よりどうしようもない夫っていうね。そうそうそう。でもまあ、ちょっと何でもかんでもっていう危険性がある気がします。いや、例えばその夫も何らかの形で愛情を示してると思う。あ、めちゃめちゃ示してる、ね、例えば何か買ってくるとかさ、うんうん、それが愛情ですよって分かればちょっと落ち着くんじゃない。その愛情には気づいてるんですか。気づいてなくもない。でもそれは私が欲しいものじゃないんだよ。そうそうそう、欲しい表現の仕方じゃないんですよね。それって逆パターンないんですか。もう
そうそうそう、男とか男女が逆もあるだろうね、うん、あるあるですよ、これのなんか言い方とかカサンドラ王かな、カサンドラ王もしないとしたら、はい、こういうこっちの人が多いんだったらやっぱりその男性の特性というか女性の特性コミュニケーションの、まあそうね、頭いい、うん、そうだ、でも待って待って、ただアスペルガーの男女比とかもあるな、 あとこの特性の一つに今夫婦のことだけだったんですけど、うん、子供が生まれた時に父親としてのなんか育児をやってくれないとかそういうこともあるので、だから女性に多いのかなって思う。あ、それはあるね、うん、男女比は男性が3で女性が1、うんうん、アスペルガー、うん、いやだから男性が多い、うん、3がアスペルガーとかそういう自閉症気味だから奥さんが多くなるんですよ。3倍です。3対7だと思った。ごめんなさい、3対7。いや僕滑舌悪くてありがとうございます。そろそろ終わりですけど何かありますか。でも今最後すごくいいですよ、全部良かったけど最後も良かったでしょ、うん、これちょっと普通の人もこの可能性はたくさんある、その人は入っている可能性もあるんで、そのなんか分かりやすい漫画があるんですけど、はあはあ、これは別にアスペルガーの人の話じゃないんですけど、はい、夫の扶養から抜け出したいっていう漫画って、私さらっとしか見てないですけど、扶養家族の扶養ですか。そうですそうです、書いてる人は仲間言ってるじゃないですか、ユムイさんという人が書いてるんですけど、これを読むとその夫と妻のすれ違いがすごくよくわかるので、ちょっともし興味があれば4コマ漫画、4コマではないかな、結構ちゃんと長い話なんですけど、最後に聞きたいのは、最初この本を読んだタイミングで私は人に怒らせてしまうって言ってたじゃないですか、うん、でこの本を読んでその原因は分かったんですか。原因思ってこの本を選んで、確かにいいですね、その原因っていうか回収してますね、うん、原因はだから私がその相手の言ってることを理解できてなくて、自分の思ったことを言っちゃうから怒るわけですよ。でもこの本にはその対策が書かれてなかった対策があるんですか。子供の時点のやつはあるんですけど、この夫婦の解決策がなんか読んでも出てこない。周りが理解することが大事みたいな感じ。そう、最終的にこのカサンドラ症候群っていうのは妻じゃない、夫との仲を解決するんじゃなくて周りが理解することによって良くなるということしか書いてない。まあ確かにカサンドラ症候群って名前がついただけでちょっと楽になるよね、うん、自分のせいじゃないんだって、うん、だから周りが少しでも分かるわね。つまりそのみどりんさんの質問に対する答えは、うん、分からなかったってことですか。そう、それでこれだけでは答えが出なかったので、はい、もう一つ本をちょっと読みかけて、これでも読めなかったんですけども、うん、ちゃんと人とちゃんと人と付き合いたい、いいじゃんその本タイトル。これがすごく、ね、そのなんていうんですか刺さる。これがもっとこう、これ今話したのは基本的なことで、これは具体的に何をしたらいいかっていうことが、じゃあその何ていうか次の番が回ってきたらそれですね。そうですか。いや上鶴さんは徹底的にそのテーマがいいと思う。はい、ずっとですか。ずっと、いや見えるまで、そして変わるまで、うん、息がある、全部で息がある。でイージーモードでいけなきゃいけないんで、すごいこう自分勝手に聞こえるかもしれないんですけど、こっちだけが努力してもやっぱり相手もその発達障害の人に向かって、なんか例えば京都的な言い回しって、あ、人を傷つけないんで、そうそうそう、もう時間ですよっていうのはいい時計してますねって言うらしいんですね。そしたらもう時間が過ぎてますよってことを言って、そういうのは通じないんです、発達障害。いやでも上鶴さんが他の人に気づいてほしいって言ったところで他の人はどうでもいいから、困ってる人は何とかするしかないっていう、あ、それはクローズアップ現代に任せるしかないっていうか、もっと裏の意味をさっき博士みたいにその表情とかを見て相手の言ってることを理解しようとすることが、はい、あ、でもそれ原因じゃないか、
だからなんだろう、誰かにこうしてほしいとか言っても基本的に全ての問題は困ってる人がどうにかするしかないんですよ、そうだからもうでも相手がコミュニケーションをやめてしまったらやっぱりそこで努力しても、いやそんなことない、あそうなんですか、はい、相手がコミュニケーションをやめてどうにかするのが復縁だったりするもんね、難しい難しいは難しい、ごめんなさい、なんか私のちょっと理解が浅いのかもしれないですけど、まあ、自分の悪いところを、悪くもないけど原因っていうだけで、また例えばその原因の起こった状況のところは、例えばメールが残ってたりしたらそれを読み返してみたりとか、そういうことはできると思います。それはあの解説ない映画を見てるのと同じかも。ああ、またいいこと言ってんの、だし、なんか解説されとしたとしても上鶴さんがそれを受け取らない可能性もあるなって。受け取らないっていうのは、分からないっていう、それとも無視して受け取りたくない現実みたいな感じ。例えば上鶴さんのこういう部分があって相手がこうやって怒ったんだねってなった時に、なんかそれを自分の責任と思って思うか、いやでもこうこう自分はこうしてたのに相手がおかしいんじゃないかって、なんか受け取れ、それは私言ってましたね、それは受け止めてないことだもんね、だから解説も必要かもしれないし、解説をどう受け止めるかっていう、あるね、もうさらにその先のハードル、それがその影響の輪だって思ってないっていうか、なんか自分の影響してないところだと思っちゃってる、だってどんなことでも逆の解釈もあるもんね、だって全部自分のせいにできるし、全部相手のせいにできるもんね、で相手のせいにしてるから変わらないっていうのもあるもんね、そうですね、終わりましょうか、じゃあその赤いボタンをお願いします、はい、はい、じゃあいい本なのでさよなら。